はい、どうも皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、題名にもある通り、ミスタービッグの、とある曲、とある曲って言い方もいいですね、ミスタービッグの、ダディブラザーラバーリトルボーイで、使われている、ワンフレーズを今日は紹介していきたいと思っております。まあ、皆さんもご存知、ポール・ギルバートですよね。ミスタービッグに在籍していたギタリストポール・ギルバート、が、作曲した、楽曲です。まあ、有名な曲なのでちょっと聴いていただきましょう。こんな感じです。ということで聴いていただきましたけれども、まあ、メインのリフもすごくかっこいいですよね。こんな、みたいな、こういうような、メインのリフなんですけれども、まあ、ギターソロがとにかくかっこいいんですよ。で、ギターソロに入る前のフレーズなんですけれども、こんなフレーズになってます。はい、ということで、まあ、ポール・ギルバートはこの辺でね、弾いてるんですけれども、まあ、E のナチュラルマイナースケール、これを弾いてます。まあ、これをちょっとハイポジションで弾いてるんですけれども、今回は、まあ、ちょっとしたレッスンなので、まあ、弾きやすい方で、皆さんにお伝えしていきたいと思うんですけれども、この。まあ、ナチュラルマイナースケール、このスケールを使って、ソロの入り、冒頭の部分、タラララタラララタラララタララってこの16分音符で鳴っている、フレーズを弾いています。でゆっくりやってみると16分ね、こういうフレーズ、もうちょいゆっくりやってみましょう。まあ、ゆっくりやってみると、こういうフレーズ、これ絶対オルタネートピッキングでまずやってみましょう。もちろんハンマリングプリングを使えば、こうやってやったら結構簡単に弾けるんですよ。簡単でもないけど、まあ、割と楽に弾けるって弾けるんですけど、あえて右手のこれはやっぱ強化にもつながるフレーズだと思うので、フルピッキングでオルタネートピッキング、オルタネートピッキングっていうのはダウンアップダウンアップで弾いていく。白頭っていうのかな、16分音符でこの4つの音符が並んでいる1つ目の音符に力を入れてあげる。こういうような感じで弾いてあげると、割とオルタネートピッキングってリズムを維持しやすいのかなっていうふうに思います。まあ、なかなかねこれが、リズムを維持できないでダウンダウンとかアップアップみたいな感じに、エコノミーピッキングになってしまう人、まあ、これは意図的にエコノミーピッキングができていれば、まあ、それはそれでいいと思うんですけれども、意図的ではなくただぐちゃぐちゃにやってアップアップになってしまうとかダウンダウンっていう風にオルタネートピッキングがひっくり返ってしまう人は要注意だと思います。で、こういう早弾きのフレーズっていうのはいかにゆっくりやるかっていうところがポイントだと僕は思っています。ね、どうしても速いフレーズだからやっぱりもうむやみにでやりたい気持ちすごいわかるんですけど、実はこれ一番遠回りなんですよ、弾けるまでに。なので弾けるまでの近道はあえてゆっくり弾くことっていうところが、一番大事だし、僕はレッスンでもよく伝えています。なので本当に一つ一つのこのピッキングを確認しながら、
ぐらいでいいです。まずはポジションをしっかり覚えて、あとはピッキングが正しいか確認していく。でメトロノームに合わせて、今僕このメトロノームテンポ92なんですけれども、反復練習をしてみてください。いかがでしたでしょうか。でこれはもうまんま Em スケールを使っているので、一つのまあフレーズを覚えられますよね。これまたどっか他のスケールでやってみてもいいだろうし、弾けると思うので、スケールも覚えられるしフレーズも覚えられるということで、一石二鳥のフレーズだと思っています。まあ、若干ね、早いフレーズになっているので、しっかりとオルタネートピッキングを、練習することもそうだし、あとはスケールを覚えるっていうこともできるので、まあ、非常に合理的な、フレーズなんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、ぜひ、タブ譜の方もですね、載せておきましたので、ぜひ、チャレンジしてみてもらいたいかなと思います。でピッキングね、なるべく、なんだろうな、どうしてもこれ早弾きだとこれ縦に入れちゃう人が多いんですよね。これも結構大事なんですけど、縦に入れるとどうしても音って細くなるんですよ。実はピッキングってこれ縦で平行、確かに早くは動くんだけど音が細いよね、やっぱどうしても。あとはピッキングノイズも結構入りやすい。ということなので、なるべくピックが縦にならないように弾くことと、でしっかりと弦に対して平行に当てることを意識する。こういうように弾くことを意識してやってみるといいんじゃないかなと思います。ということで今回は Em スケールを使った、フレーズ、ということで、ミスタービッグのダディブラザーバラバー、噛んじゃった、ミスタービッグのダディブラザーラバーリトルボーイを、紹介させていただきました。この続きのソロもですね、まあ、めちゃくちゃ速くて超難しいんですけど、まあ、もし興味のある人はやってみたらいかがでしょうか。ということで、今日のレッスンは以上となります。この動画が少しでも役に立ったと思ったら高評価の方、あとはチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。